ラフタリア役の磯部かりです。前回は、ね、コロナ禍の影響でこう、ね、延期になってしまったので、やっぱりこうして時を経て延期公演もできるっていうのは、ね、作っていたものとしてはすごく念願なので、カンパニー全体としてもやっぱり、あ、やれるんだっていう嬉しい気持ちがあって、まあ、モチベーションというか、前回に引き続き頑張ろうっていう気持ちが高まっていると思うので、みんなで力を合わせて頑張りたいです。はい、今ラフタリアちゃんに久しぶりになって、ビジュアルを撮ってきたんですけども、衣装にこうね、こう体を通すと、なんて言ったらいいんだろう、こう衣装を着るとすごく当時を思い出すというか、あ、そうだったねって、こういう服だったねって、こういう靴履いてたねって、なんかこういう剣持って戦ってたねっていうのをすごく新鮮に思い出して、またなんか頑張るぞっていう気持ちでビジュアル撮影に挑みました。舞台盾の勇者の成り上がり、7月15日木曜日から7月25日の日曜日まで、新宿シアターサンモールにて上演いたします。皆さんぜひご来場お待ちしております。